佐藤和夫動画チャンネルです。16日の夜、ここにも書いてありますが、神戸製鋼所が真岡市内においてガス火力の発電所を計画して、これから進めようとしています。環境アセスメントの関係の説明会があったので出席しました。その時に一人一問というようなことで言われてましたので、私一番最初に質問させていただきましたが、本来であればもっともっと質問したいことあったんですが、一人一問ということでありましたので一問だけしたんですが、そのことが書いてありました。工事に地元企業は入れるのかどうかというようなことで、答えは元請けに対し信頼の企業を参加させるよう要請しているというようなことで、答弁をいただきました。ぜひともこのプロジェクトは約1000億と言われてますんで、仮に 1% であっても10億円の仕事でありますので、本当に真岡市内の企業を採用していただければ、ただ単に企業が仕事をするだけじゃなくて雇用面の確保増加にもつながりますので、ぜひともその辺も含めて考えて工事を進めていただければと思っております。期待しております。終わります。